皆さんこんにちは。大和フィールドスタッフの岩崎凛太郎です。今回は春のメバルプラッキングゲームということで、いろんなルアーを駆使しながら、でかいメバルを、両型メバルを釣っていきたいと思います。天候は、いいことですし、楽しみたいと思います。ではよろしくお願いします。今、夕間詰めですね。ちょっと前ぐらいです。ここからだんだん暗くなってくるので、その前に、ポイントを見ておきたいと思います。まずね、今こう真正面から風が吹いてきてるんですけど、それが例えばああいう堤防に当たって内側にね、ちょっとさらしのようなものができてまして、ああいうところにメバルがたまると想定できます。で、足元ですね、左手に小波ブロックがあって、泡がね少し沖の方までね出てると思うんですよ。でその切れ目あたりでおそらくヒットすると思うんで、まあ春はですね、やっぱり泡、その泡を見ながら、どの位置までその泡が伸びてどの辺まで餌が流れていくかなっていうのを見ながらですね、それをヒントにしながら釣っていきたいと思います。はい、ちょっとねさっきのポイントが風が強すぎたので、風ある方面へ移動してまいりました。というわけで、ここはね随分、追い風になるんで、釣りやすいと思います。それではやってみましょう。これ、さざ波のこいつがシンキングですね。これでやってみたいと思います。時間帯によるんですけど、夕間詰めなんかはもう見つけたら即飛びかかってくる感じで、もう下から横から、だからやっぱりショートバイトもすごい多いです。ただ当たり自体もガツンとくる。これがだんだんね、こうやって光量が落ちてきてナイトゲームになってくると、今度はね餌の見方が変わってくるんですよ。で、なぜかというとメバルは昼間と、夜で、餌の追い方が違います。特にやっぱ夜の場合はよく見ないと餌かどうかわからないんで、じっくり観察します。でそのじっくり観察するっていうのが、つまり後ろからじーっとね追尾しながら、餌を観察して、完全に餌だと今しかないって思った時に捕食してくる、そういう違いがありますね。だからだんだんその今から追尾してくる時間帯になってきますね。ちょっとポイント移動してきて、今度はね常夜灯の真下に来ました。常夜灯の真下ということは、手前が明るくて投げれば暗いと、暗い方から明るい方に誘導してくるパターンですね。ヨギリ Z42F、フローティングね、フローティングミノーの、42ミリのものなんですが、こいつもねラトル音が結構強くて、で巻くとブルブルっとこう、アクションしながら沈んでいく、で沈んで止めたら浮いてくるっていう感じで、巻いて、沈めて止めて浮かして、でトップでドンっていう、そんな感じの、プラグです。もう基本、じゃあ基本からいきますよ。フローティングミノの基本的な釣り方はただ巻き、しかもねプラグがこうブルブル動くんですけど、動かないぐらいのスピード、もう動くか動かないかの間ぐらいのスピードっていうのを意識しながら巻いてあげると、1回転につき、2秒から3秒ぐらいかけてじっくりと巻いてあげる。当然ねもっと早くても食ってくることはありますけれど、あんまりブルブルっと動かない方が、実績は高いです。でこの巻き方で釣れませんでした。じゃあ次やることはね、ポンプリトリーブ、ポンプリトリーブっていうのは、例えばジギングとかで、ポンピングってあるじゃないですか。
あれをまあこうさびきながらやるわけですよ。要はまあさびく動作いきますよ。糸ふけを巻き取ってさびいてあげる。そうすると、まあミノーがブルブルっとアクションしながら沈んでいく。止めると浮いてきます。でじわーっと浮いてくるんで、まあそれにつられてメバルが食ってくるか、もしくは、水面から頭を出したところでなんだろうなと思ってつつきに来るかっていう、まあ釣り方ですね。これがポンプリトリーブ。ブルブルっと巻いて止める、浮かせる、でトップでちょっと待つ、ブルブルっと巻いて止めて浮かせて待つ。このストロークをちょっと短くするんですよ。ストローク自体を短くすることでもうブルブルっていうのがブルって感じで、その短距離で激しいアクションで誘える。でそれぐらいだとあんまり魚はね、あの擦れたりしない。それどころか、まあ、その存在にいち早く気づいてスイッチが入って食ってきてくれると。あー出た、うーわー足元で出ました今、ブワッシャーってお、出た、あー惜しい、あー当たってきた、くそ。で今明るいところからあの足元のシェードにね誘導してます。まあイメージで言うと、まあ、真上に常夜灯があって、でここ少し足場が高いんで足元だけねシェードになってます。でそこに、まあ、明るいところから誘導してあげて、で足元のシェードからこうね、そこに構えてる魚が出てきてますね。よし来た、来ました、おお、なんとかヒットちっちゃいのが食ってきた釣れましたよ、ヨギリ Z ね。その明るいところからシェードの中に、まあ、誘導してあげて、でアクションというのはほとんど入れてないんですけど、まあ、スローに巻いてると勝手にあの風に流されてそれが誘いになって連れてくれると。イエーイよし来た、よっしゃ出ましたね。さあこいつもサイズ的にはそんな大したことないけど、今ちょっとねポンプリトリーブで誘って、で止めて浮かして、で浮いてきたやつがちょっと風になびいて流されたところでシェードに入ったと、まあ、ちょうどよかったですね。少しねシェードの手前で誘いを入れたんですが、うまいこと風でそれが入っていきました。こんな感じでシェードの手前でブルッとやってしばらくね流してあげる、風で流してあげる。でその糸ふけを巻き取りながら少しずつ手前にね誘導してあげると食ってくると。あ今見切られましたね、手前でちょっとひらっと見えましたけど。よし、あーくそまあフローティングミノーなんだけれども、トップの釣りで、トップの醍醐味っていうのは魚を出すことなんで、ね、まあ、半分満足です。めちゃめちゃドキドキした。お、来た、よっしゃ、おー、ちょっとサイズアップか。今ね潜ったところで来ましたね、
よしよし、ほら、よっしゃサイズアップ。さあこれはいいよ、来たでしょ、いいサイズ。ほんとね、あの表層の攻め方を細かく変えてるんですよ。うん、いいサイズ、うん、これは大きいですよ。トレースコースだとかキャストコースで、それから細かいレンジ、うん、アクション、まあ、そういったものの差でしかないんですよね。でほんと水面下10センチの攻防戦、もうちょっと巻いて止めて浮かして、でその間の浮上で食ったりとか、多分ねこいつはその、うん、あの浮上してる際に食ってきたやつなんですが、だから、まあ、たくさんルアーを持ってるっていうのもいいんだけど、一つのルアーを使い込むっていうのも結構ね大事、まあ、それがやりやすいのがね、このヨギリ Z42F、ね、このルアー非常に使いやすいですよ。はい、じゃあこれから2日目スタートします。今ね夕間詰めということでだんだん、まあ、暗くなってきております。で2日目の夕間詰めはとにかくでかいのを狙おうと、といってもね、ちょっと今日荒れ模様なのであんまり無理をせず、まあ、ここサーフなんですけれども、両端がね磯場になっていて、意外とこんなところにでかいのがいるんですけど、それを狙っていきたいと思います。今シンキングミノを使ってまあリトリーブ中心なんですけれど、たまにトゥイッチ入れて、明るい時間帯はちょっとトゥイッチ多め でだんだん暗くなってくると、まあ、リトリーブ主体っていう釣りに変わっていくんですが、結構今日なんか荒れてて、まあ、さらしができてるんですよ。でこの、まあ、さらしでできた泡がどこまで沖の方まで伸びていくかで、まあ、それをよく観察しながら沖に出てる泡を、まあ、狙い撃ってる感じなんですよね。でその周りっていうのはおそらく餌が多いんで、まあ、それを狙ってる感じです。あ、当たった、よし来た、来ました、よっしゃ来たよちょうど泡の切れ目。さあ、うおー、強え強いぜ、ほら、よっしゃ来た やりましたもう執念、それしかないね、夕間詰め、まあ本当だんだん暗くなってきて、で光量が落ちてきたところでね、ちょうどさらしの手前ね、ズドンと来ましたね。やりました。はい、おはようございます、3日目、今ね早朝です、5時前後ですね、最終日ということでまた一発でかいのを狙いたいと思います。今つけてるのが漂いソリッド、磯に立ったばっかりなんで、まあ、状況がわからないというところで、まあ、広範囲に、まあ、いろんなパターンに対応するためにシンキングペンシルですね、まあ、表層から中層ぐらいはやれるのかなと思います。今ですね、水面を狙ってみたんですけど、ちょっとね当たりがないんですよね。で、まあ、結構風が強くて風にラインが煽られて、それでちょっとルアーが浮き上がりすぎちゃってるっていう、まあ、そんな気がするんで、まあ、リップのついた、まあ、ミノを使えばそのまあ風で流されるブレーキをかけられるんで、ちょっとそれ
変えたいと思います。来ましたね。さあ一発目来ましたよ。さあさあ3日目の朝、早朝のね一発目来ました。これは表層スローリトリーブですね。全然アクションしなかったんですけど、まあ綺麗に食ってきてくれましたね。よし来た。よっしゃ。よし。お、こっちの方がいいかな。同じぐらいか。よっしゃ。あ、こっちの方が太鼓ありますね。これも、まあ、結構これオープンで食いましたね。リトリーブしてて結構手前の、まあ、手前にもまあちょっと泡があるんですけど、その手前ぐらいで食ってきました。はい、3日間お疲れ様でした。ね、ずっとね天気が悪かったんですけれども、そんな中でも、プラグを駆使して、両肩を結構ね何匹か仕留められたので良かったんじゃないかなと思います。まあ、メバル今からどんどん良くなっていくんで、その間にねあのプラグの釣りもちょっと覚えて、いつもの釣りにプラスしてあげると超過も、伸びるんじゃないかなと思います。ぜひともチャレンジしてみてください。それではお疲れ様でした。